ニュースポストセブンです。乃木坂46の斉藤飛鳥さんがスタッフらしき年上男性と2人で焼肉をハイスピードで食べていました。タイトな白い T シャツ姿の斉藤さんは店の名物でもあるコンロからはみ出るほど大きいカルビをペロリと食べ終えるとマスクとキャップをかぶりタクシーに乗って帰っていきました。このお店は人気店ですが個室がなく、斉藤さんの姿は他のお客さんからも丸見えだったとのこと。斉藤さんは大の牛肉好きとして知られる肉食女子。隣に座っていたお客さんも斉藤さんがパクパク食べていくことに驚いていたそうです。ニュースポストセブン。